ょうと、アネと、リオンと、アチシでーす。イエーイ。せーの、カホ専属昇格おめでとう。イエーイ。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。めっちゃ頑張ってたよね、うん、そう。それを間近で見てたんで、この瞬間はやっぱりアンジたちが応援したいなということで、今日はどこにいるのここ。今日は、カホのマネージャーさんから、カホの家の鍵を借りて、僕たち4人がカホの家に侵入してきました。はい、ということでカホには偽企画を伝えて一旦外においでてもらって、もうすぐ帰ってくる。おいでてもらって、どういうこと。もうすぐ帰ってくると思うんで、ちょっとそれまで待ちたいなって思います。まあカホは泣きますね、うん、多分。なんでこれを着さして、カホが嫌で泣くの。うん、嫌で泣くの。これやカホが着たらこの主役のドレスもね、着ていただきたいと思うんですけど、ティアラこれに、ティアラにティアラ、これもね、これやん。いろいろこちら用意してるので、はい、着たら結構すぐ変身させてパーティーガールにさせたいと思います。はい、それではカホが来るのを待ちます。せーの、どうぞ。ございます。おかえりなさい。なんかむっちゃいい匂いするんですけど。いいよ、入ってきて。カホ専属おめでとう。すごい、ありがとうございます。主役です、君。今日は主役です。サプライズ。すごくです。ほんまにやばい、かっこいいち嬉しいかも。今回の企画は、勝手にカホのお家にファミリーで侵入して専属お祝いしてみたー。ありがとうございます。です。どうですか、率直な感想。やばい、やばいです。もう言葉出てこない。ちょっとなんかびっくりすぎて。ないでいいよ。まさかこんな感じでドッキリっていうかサプライズしてくれるとは思ってへんかったから、大好きですよ。でも最近マジでみんな会えてへんかったから。確かに。しかもイオちゃんも大阪から来てくれたんで、もうほんまにやばい、ありがとうございます。本当もかわかったね、専属にも慣れて、うん、ハッピーな、ね、1年になっちゃってるね。はい、もうハッピーな1年になります。そのままハッピーな感じで駆け抜けてください。ありがとうございます。おめでとう。はい、ということで主役のカホさんには、はい、衣装チェンジということで、はい、はい、お色直しです。お色直しこのドレスをトイレで、トイレでほんまに、なにこれ。このティアラも用意してあるのね。ほんまに嫌やねん。お色直しです。できます。すぐに、すぐに、直ちに5秒で。やばい、これは。はい、ということでカホが着替え終わったみたいなんで登場してもらいたいと思います。わー、かわいい、かわいい。パパだよ、絶対。かわいい、ぴったりじゃん。でもカロイもすげえ無理。なんで。では、専属になったカホちゃんに王冠の贈呈、贈呈をします。いいじゃん、めっちゃかわいい。なんかさ、ミスコンのなんか優勝者みたい。はい、次はこれで乾杯していきます。はい、ありがとうございます。どこで流行ってるコールなのそれ。これはちょっと初めて作りました。すごいじゃん、組み合わせました。はい、ということでこれからギャルの乾杯をしていきたいと思います。イエーイ。せーの、誰よりもギャル、誰よりもギャル、そう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 、はい、ニャ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 、誰よりも、いつの店員が出てるから。あ、離脱、ちょっと水、何味これ。ボーちゃん、おめでとう。やばくない。お花です。やばいって、おめでとうございます。
怖い。はい、ということでせっかくご飯を用意したのでみんなでおしゃべりしながら食べていきたいと思います。せーの、いただきます。この5人さ、めっちゃ仲いいイメージあるんだけどさ、どんぐらいぶり？半年ぶりぐらい。左のとこ測ったけど、ちょっとこれちょっとちょっと皆さん、皆さん話聞いてますか？でも明けましては合ってるよな。でも5人揃ったのあんまなくない？ないけど、ここでは江ノ島ぐらいじゃない？うん、5人揃って、うん、なんで大阪でリオちゃんとすれ違ったりはするから、うん、すれ違うやばい。アンテちゃんともすれ違う、リオちゃんリオちゃん大体すれ違うから、リオちゃん、リオ、アンテちゃん遊んだり、リオン、カホ、イオちゃんとかもなんか、うん、リオン、ラン、とここ3人で遊んだり、うん、でジェイさんと俺遊んだり、うん、みたいな。じゃあ意外とフル集合するのは久々ってことね、うん、今この5人仲いいのはさ割と安定だけどさ、そもそもさアンジェとリオンがさ仲良くなったのってさ何きっかけだったの？なんか大阪って伝説の日っていう日があってねえよ2人の同じ事務所で前々から結構顔見知り であって、うん、ナッツも一緒ってなって、まあ、とりあえずなんか飲みに行って距離は縮まったみたいな。うん、2人ともめっちゃその日酔っ払ったんですよ。なんかわけわからんぐらい寝るまでそこでお泊まりとか多分リオンの家でして、うん、で毎回アンジェが泊まり行くようになってどんどん積み重なってって大阪行って伝説の日ができてもっとグッてなってそっからめちゃくちゃ遊ぶみたいな。じゃあその2人に合流したこの3人が合流するさ、みんな3人一気にじゃないじゃん。カホはリオンとカホが最初仲良くなって、リオンと仲良いってことはアンジェも仲良くできるって勝手な想像で、うんうん、マジで仲良くないのにカホに急に電話かけて、もし何してるさ、マジでそう、アンジェ今渋谷いるんだけど合流しないさ、あ、すっぴんでもいいですかって全然いいよ全然いいよってリオンも呼んで3人でぐるぐる回って、てかすごくない？全然仲良くないのに急に電話するのそう、しかも怖くない？全然仲良くない先輩から急に電話かかってきて呼ばれんのかなと思いました呼ばれるし俺怖かったです最初全然で、リオちゃんが最初に撮影に来てで、あんまりいろんな人と喋ってなくて、でも服の派手さから絶対いい人っていうのが分かったから、なんでな、どっからなそれでアンジェの暇でリオちゃんスタバ行こうって、初対面で言ってそれもアンジェからなんだアンジェってこの人と仲良くなりたいと思ったら自分から行く。あの、アツシは何きっかけだっけ？そう、だからイオちゃんとアオポンちゃんと4人のカフェ、あー、そうやって、それを俺はアオポンちゃんに誘われて、でも俺はジェイさんがいいんやったらいいよみたいな感じで言って、そう、アツシはアンジェにめっちゃビクビクしてたの嫌ってると思ってして、俺も別に好きではなかったっすさあさあ、そこでアツシのなんかポテンシャル、もしかしてアンジェたちがめちゃくちゃこう振ったら超面白い感じできるねって、で、そっからちょこちょこアツシに何してるとか電話とかね、アツシが終電逃してバイバイってアンジェ電車乗ったのにアツシがバンって引っ張ってアンジェも終電逃して二人であのタクシーに乗ってカホン家に来たっていう思い出も江ノ島からな、そうあったあった、めっちゃ遠かった、アクシデント続きで仲良くなれたってことですね。そうです、そうです、そうです。え、タイトルあんの？そのゴールににゃんにゃ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 んにゃんっていう名前誰よりもギャル、誰よりもギャル、そそそそ、はい、にゃんにゃくにゃんにゃんにゃん、誰よりもギャル、誰よりもギャル、そそそそ、え、にゃんにゃくにゃんにゃん、誰よりもギャル、誰よりもギャル、え、そそそそ、はい、にゃんにゃくにゃんにゃん、誰よりもギャル、そそそそ、え、にゃんにゃくにゃんにゃん、えらい、無理すんなって無理してるから両端飲んでるけど、あ、でも覚えてき言ったよな、めっちゃ怖い誰よりもギャル、誰よりもギャル、そそそそ、にゃ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 、誰よりもギャル、誰よりもギャル、はい、そそそそ、にゃ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 、めっちゃ似合う、せーの、誰よりもギャル、誰よりもギャル、そそそそ、はい、にゃ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 、誰よりもギャル、すげ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 、え、でもほらさっきアンジェも一瞬言ってたさ、あの、アツシ VV 伝説、うん、あのエピソード、たまにインスタライブ6人、あ、4人くらいでなんかやからみたいなとみんな喋ったりしててで、その中の人にアツシいるからこうみたいな会合したの、会合バイクとかも乗ってるらしい、うん、乗ってない乗ってない、ホールしたり、アツシの地元が京都の南の方で結構そういうの多いタイプなんで怖かった、怖い、結構アンジェその日からアツシにたまにこうおはようございますとかされたことない、言ってます、されたことない、そうだよ、みんな言ってる、4人、あ、アツシさん大丈夫です、ご苦労様です、言われたことない、言われたことない、アツシって言われてますか、誰それ、あのコンビニ何かいりますか、うん、あなたカフェラテとか全部用意してる、うん、買ってこいって言われるやん俺、うん、C やった、 C やった って感じで結構いじられキャラだね、
でもいろんなとこにアツシとかカホとかリオンとかイオちゃんとかアンジェ連れてってみんな連れてってそこ仲良くなってとかイオちゃんの知り合いとリオンたちが遊んだりリオンの知り合いとここ連れてったり、うん、カホの友達も遊んだことあるし、うん、俺の友達もあるやん地元ね結構みんな紹介制ですよね、うん、みんなファミリーにしようっていうファミリーの友達はファミリーだよっていう、うん、あの結構平和なモットーを抱えながら遊んでます、うんじゃあ、あの一人ずつ順番にカホちゃんに改めておめでとうのねあのカホが泣くようなガチで涙腺に強いみたいな、うん、結果発表の時もうるってきて泣いてないんかい泣けそこはまあでも今から涙腺ガチガチのカホが泣くような素敵なお祝いコメントを今一人ずつみんな4回泣けるから、うんうん、じゃあ代表ゆうちゃんから最初にお願いしますでもほんまにようナッツ入ってからずっとで仲良くしてもらって雑誌とかもどうするとか言って一緒になんか、はい、頑張ってきたからめちゃくちゃ嬉しいしこれからもちょっと仲良くしてほしいですイオが熱いですからの2人イオちゃんが泣くのイオちゃんが泣いたらあかんで全然で話変わってくるイオの方が泣いたなんでなんでありがとうございますなんか手やってなんか全然カホは結構頑張り屋さんで自分が頑張りたいなって思ったことはアンジに相談していろんなカホの意見とかも聞けたりとかして結構熱い心の持ち主っていうのがめっちゃ知ってて会うたんびに結構新しい目標ができてたりとか向上心もうそれも行動に移して頑張ってるのを見てきたからもう着々と夢を叶えててその行動力と有言実行するなんかその姿勢っていうのはアンジめっちゃすごいなと思ってて20歳になってめっちゃ勢いついてるからこの勢いを止まらずどんどん自分の夢に向かって頑張ってみんなでいろんな目標を叶えていきたいなっていうそのアンジェのモチベーションにもなるしここにいるみんなのモチベーションにもなってるからもう本当にカホの頑張りはアンジェたちめっちゃ分かってるからすごいこっちもこイオちゃんみたいにうるうる来るし本当おめでとうって気持ちで今ここにいるんでこれからも頑張っていきましょうみんなでっていう感じですおめでとうございますありがとうございますリオンとカホはナッツ入った時にリオンが多分カホに声かけたんかな今回カホが専属になった時もリオンに電話かけてきてくれてでその時アンジェちゃんとも一緒にいてだからそういう風になんか電話かけてきてくれたりとかするのもすごい嬉しいし今回もこうやってパーティーでお祝いできたのがほんまに心からすごいお祝いしたい気持ちでいっぱいあったんで嬉しい気持ちですカホもこうやってみんなでこれからも全員でナッツを盛り上げていけれるように頑張っていきたいなって思いますありがとうございます、はい、おめでとう鳥あ俺には電話かかってないんですけどやっぱ同じ京都で一番最初の撮影からあの撮影終わりに帰ったりとかしてて、うん、まあその時リオンが専属上がったりとか、まあ、カホの周りがね専属のいっぱいの中で、まあ、カホ結構ね真面目なんで、うん、なんかそういう仕事の話とかもいっぱいするんですけどまあそういう時にカホいつも悩んでたりするからまあほんまに今回頑張ってたの分かってたしよく話聞いてたんでまあ本当に専属なれて。よかったなと思います、うん、これからも頑張ってくださいバリカン若いあのすごい暑い恥ずかしいらしいですこいつのせい恥ずかしい全部こいつのせい恥ずかしくてこんな感じ耳も若い恥ずかしいね恥ずかしいらしいナッツ入って一番最初に声かけてくれたのがリオンちゃんって話しかけてきてくれへんかったらこうやってファミリーとして仲良くこうやって仲良くならへんかったしなんかほんまに運命やなって感じるし、うん、ナッツがカホの中で芸能活動が初めてなのでその中で先輩のアンジェちゃんとかをもう背中見て追いかけてってこれからも頑張っていこうって思えるしめっちゃ真剣に相談してアドバイスしてくれる人がいるってすごい幸せなことやからこれからも夏の先輩方の背中を追いかけてもっともっと盛り上げていきたいなって思いますこれからもお願いします。なんか泣きそう、イオが泣きそう。もうさっきからずっとそれは。ずっとイオ。はい、ということで一通りお話を聞けて、はい、お酒が残っているので最後また改めてみんなで乾杯をしたいと思います。
今日はみんな集まってくれてありがとうございます。これからもナッツを盛り上げていきたいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。おめでとう。ありがとうございます。誰よりもギャル、誰よりもギャル、そう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 、はい、にゃ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 、誰よりもギャル、誰よりもギャル、そう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 、はい、にゃ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 、誰よりもギャル、誰よりもギャル、そう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 、にゃ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 。これ絶対アツシでいけるやん。誰よりもギャル、誰よりもギャル、そう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 、はい、にゃ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 、誰よりもギャル、死ぬんじゃん、大丈夫、にゃ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 、すごい、おめでとう、おめでとう、こっちが今日はほんまにカホおめでとうございました。ありがとうございます。おめでとう。ということで、このチャンネルが良かったら皆さんグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。